ってみようなど記憶に残る体験を共有しましょう。先生や保護者の皆様、また生徒の皆さん、どうもお待ちしております。日曜日から金曜日までもう私は長いんですよ。なぜかというと、とにかくその間毎日のうろしおが待ちきれない、もうずうずしてます。聞き始めた時はいやズバズバ言う人だなって恐れていたんです。でも聞けば聞くほど五郎さんの口調が五郎将の雰囲気が大好きになっていきまして、今となっては五郎将は私の生活の一部です。なくてはならない存在。今年は1月1日のホール公開から始まって12月31日の放送で終わり、最初から最後まで五郎将ずくめで幸せな一年でした。私も楽しい一年になることを祈ってます。すごいんだよ、道理で始まってそばでもあるんだな。ああ、すごいよね。Thank you.
なんか風の噂で聞いたかと思ったぞ。日本でもそうだけど、日本はあんまり出てくるのはダメだけど、まあ急にはないけど、イギリスじゃないからあるでしょ。